ユニバーシティ・オブ・ボルトン・スタジアムは、イングランド大マンチェスター・州ボルトンにある、ボルトン・ワンダラーズ FC のホームスタジアムである。1997年に開場。当時のクラブスポンサーだったリーボックの名を冠して、リーボック・スタジアムと名付けられた。2014年、イタリアのスポーツウェア会社のマクロンとネーミングライツ契約を結び、名称がマクロン・スタジアムへと変更された。 2018年8月、マクロンとの契約満了を受けて、ユニバーシティオブ、ボルトンスタジアムへと変更された。クラブのかつてのホームスタジアムであったバーンデンパークの老朽化に伴い、1997年に当時、イギリスの副首相であった、労働党の政治家、ジョン・プレスコットによって開設された。また、サッカー以外にもオアシス、ピンク、エルトン・ジョン、コールドプレイ、 ザキラーズ、リートルミックス、ロッド・スチュワートらがコンサートを行ったほか、ダーツの UK オープン、ワールドクラブチャレンジなどが行われた。2019年8月には労働党党首のジェレミー、コービンによる選挙集会が開催された。ありがとうございます。